四谷大塚、早稲田アカデミー、5年生、9月の学習のポイント、算数です。四谷、早稲田科の5年生、9月の算数なんですけれども、夏季講習でね、日を学習しましたよね。この日を使ってどんどんいろんな問題を解いていくというような段階に入っていきます。9月はね、図形の問題を日を使って解いていく。例えば、面積比といった部分とか、底辺の長さから面積比を考える。 こういった部分もありますし、掃除というのもありますよね。えー、こういうふうに、火を使って面積の問題を解いていく。で、一番ね、大切なことの一つが、火というのは、量の割合を表していますけれども、実際の長さではないですから、火の数字をね、図に書き込むときは、必ず丸で囲ったりとか、四角で囲う。まあ、よくね、10とか30とか、3四角とか、いうふうに授業の中では僕たちも言いますけれども、常にね、そういうふうに、火の数字だということが分かるように。で、えー、違う火。 例えば、こっちとこっちの辺の比は1対2で、こっちとこっちの辺の比は3対4だ。っていう場合は、1対2は1対2の比ですから、10と20。3対4の辺の比は、またこれは別の日なので、3四角と4四角っていうふうに記号を変えると。常にね、この習慣をしっかりつけておくと。で、図に書き込んで考えていく。この習慣をね、しっかりつけていくと、これまでね、実数で出すしかなかった問題が、比の計算でね、どん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 楽にできていくと。 こういったことをね、えー、図形だけではなくて、文章題であるとか、いろんなものに、えー、速さであるとかね、応用していく段階に入っていきますから、この日にどれだけ馴染んでいけるか、これがね、受験の算数の成否を決める、大きな割合、えー、ファクターを占めると言っても過言ではないですので、えー、このね、5年生後期、しっかりね、日の理解っていうことを、えー、意識しながらね、進めていきましょう。 四ツ谷大塚早稲田アカデミー5年生9月の学習のポイント、国語です。四ツ谷早稲田カの9月の5年生国語なんですけれども、前半2回が物語文で、後半は論説文説明文の回があって、詩の学習があるということですよね。前半の物語文に関してなんですけれども、物語はストーリーがありますよね。お話がありますから、なんとなく読んで、お話が分かったら分かったつもりになっちゃうようなところがあるんですけれども、ついついね、問題を解くときに、えー 僕だったらこう感じる、私だったらこう感じるっていうところに引っ張られる、えー、お子さん、えー、多いですよね、えー。常にね、やはり読解ですから、物語としてお話がわかるのはそうなんですけれども、えー、文章のここにこう書いてあるから、こういうふうな答えになるはずだと。 いうふうに因果関係を常に意識しながらね、えー、解くという習慣ですよね、えー。常にね、いろんな学園でお話ししてますけれども、えー、物語文はこういうふうに解くんだよという読解法があります。例えば場面が変化しているところでは登場人物の、えー、心情が変わったとっいうのが場面の展開、変化で表現されることが多いですよ。つまり場面の変化があったら登場人物の心情がどうなのかというのを考える。えー、登場人物の、ね、心情の変化を問われている問題があれば、 場面の変化があったところに注目する、こういったことが、えー、セオリーとしてあるわけですよね。これをしっかり使うということでね、えー、習ったのに結局問題を解くときにはなんとなく読んで、お話が分かったからなんとなく問題を解いてるってお子さん意外に多いです。 これをね、できるだけ、えー、習った技術を使うっていうふうに切り替えていくと5年生のうちにねしっかりこれができれば6年生になってね実際に入試問題レベルの問題を解くとき、差がかなり出てきますからしっかりね、えー、今もちょっとなんとなくで解いてるっていう自覚があるお子さん、えー、親御さんは 四ツ谷大塚、早稲田アカデミー、5年生、9月の学習のポイント、理科です。四谷早稲科の5年生、9月の理科なんですけれども、食物連鎖、生物のつながりですよね。えー、これをやってから、て、えー、こかっしちゃ、臨時、力学に入って、そして水溶液の中和、でその後、人の人体ですよね、えー。消化と吸収を学習するんですけれども、やはり、ね、ポイントというか、えー、苦手にしたくないっていうのは、えー、真ん中の2回、えー、力学の部分と、それから水溶液の部分ですよね。えー、力学に関して言うと、てこかっしちゃ、臨時を全部やっちゃう。 っていうなかなか忙しい1ヶ月になるんですけれども、基本はやはりテコです。視点、力点、作用点がどこにあるかっていうのは、これは滑車でも時区でも同じことですよね。なので、テコをしっかり、えー、マスターするということが最重要ポイントになります。で、いくつかポイントはありますけれども、やはりね、かかっている力の大きさと矢印をしっかり図に書き込むと。そして、視点がどこなのか。 問題によってね、明らかにバネはかり、えー、1本で吊るしてるから、ここを視点にするといいよっていうのが分かりやすい問題と、バネばかりがね、2つあったりとか、あるいは視点がどこなのか分かりにくい問題あります。そういった場合はね、自分で視点をここにしよう、ここにして考えようっていうことを自分で決めて、そこに視点マークですよね、三角形のマークを書き込んでやるということがもう鉄則です。なので、え授業でもね、先生に言われると思うんですけれども、しっかりこれを実行するっていうことを心がけましょう。 で、中和も同じですよね。分野は全然違うんですけれども、中和の問題も、やはり鉄則は、えー、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液、ほぼこの組み合わせですよね。塩酸と水酸化ナトリウム水溶液が、何立方センチメートルと何立方センチメートルで中和する、完全中和するっていうのが、えー、しっかり欠けていくか。 でその時にね、中和した後食塩ができますよね。食塩が何グラムできるっていうのをしっかり書いているか。で、この基本セットを書いた上で、問題ではね、じゃあ塩酸これだけと水酸化ナトリウム水溶液これだけだったらどうなるっていうような問題が出ますから、しっかり元のね、基本セットを書いて、で、その何倍になってるのかっていうのを、えー、書きながら計算すると。で、これもね、 ちょっと簡単な問題、ちょちょっとメモだけ書いたらできそうとか、頭の中でもできそう、こういった問題だと書かないお子さん出るんですけれども、えー、算数でも理科でも計算に関する問題は常に同じです。えー、絶対に書く、どんな簡単な問題でもね、基本セットは書くってことでね、で、これを書かないお子さんが、結局問題が難しくなった時にね、えー、ミスをして、えー、失点をしていくようになっていくと。 いうことをね、えー、しっかり、ね、心に留めてね、簡単な問題からしっかり書くべきものは書くんだっていうことを徹底していくと。これがね、算数、理科、理数系の科目ができるようになるお子さんの最初の第一歩、ワンステップですからね、えー。この辺り、5年生のね、今の時期から習慣づけていくと、6年生でね、大きな向きになりますから、しっかり心を開けていただければと思います。四谷大塚、早稲田アカデミー、5年生、9月の学習のポイント、社会です。 四谷和製家の9月5年生の社会なんですけれども、えー、歴史の学習に入っていきます。えー、古代から始まってね、ね9月のうちに平安時代ぐらいまで進んでいくんですけれども、えー、歴史の学習の、ね、最大のポイントは、やはり年表を中心にね何年に何が起こってっていうこの事件の流れ、政治の流れですよね。これを理解していくこと、えー、流れと流れの中の因果関係ですよね。出来事と出来事の因果関係を理解すること、そしてそこで活躍した人物、やはり登場する人物で中心となる人物がいますよね。例えば 平安時代だと明らかに中心人物は藤原氏、藤原道長ですよね、そしてその子供のの頼道のこの親子が中心になるわけですけども、この中心人物と何が起こったか、で、その時代が終焉終わりを迎えていくにあたって、どういうふうに衰退していったか、どうやって時代が変わっていくのか、こういったことを押さえておくということですよね。この大体江戸時代ぐらいまでは登場人物もそんなに多くないと。 大正、昭和っていうふうに現代に近づいてくると、どん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 登場人物とも多くなって、出来事も目まぐるしくなっていきます。なので、ちょっと学習の、ね、スタイルを変える必要があるんですけれども、江戸時代ぐらいまで、は、まあえー、比較的ね、同じ学習スタイルで学習を進めていきます。なので、今お伝えしたようなね、授業でも言われると思うんですけれども、しっかり年表を活用する。でね、えー どこで起こったのかっていうね、地図もしっかり把握しておくことですよね。えー、奈良時代だったら奈良の都平状況が中心になるってことはもう分かるんですけども、特に時代の移り目はちょっとそこから離れたところで事件が起こったりしますよね。こういったことをしっかり地図上でプロットしておくと、こういったことも重要になります。えー、歴史の学習の、ね、スタイルをこの5年生後半、えー、12月、1月までですよね。で、しっかり確立して6年生に臨むという学習を進めていっていただければと思います。